まあ、田んぼっていうのはそこそこ、まあ、親が何もせんでもほっといても勉強するし、うん、ほっといてもあの塾も行くし、うん、宿題も知らない間に終わってるし、うんうんうん、口答えもせえへんしみたいな、ええー、息子よ。そうやな、うん、ところが畑っちゅうのはもうすぐに文句言うてくるし、あ、小遣いくれとか、うん、おやつくれとか、うん、塾行くの嫌やとか、うん、宿題やってないとか、うん、そういうちょっとあの、ね、悪い息子や、うんうん、分かりやすいわ。こんにちは。こんにちは。どうも、岩崎です。この夏の暑さの勢いで、はい、ダイエットしまして、うん、79キロ最高であった体重が、うん、今74キロ台です。すげえ。もうちょっとしたらシュッとしてくるかな。まあ、目標は68キロ。おお。は無理かもしれませんが、うん、まあ、あの、ビールが解禁になりましたね。だな。発泡酒とももうすぐ おさらばです。あ、そうですか。ということで、今日はですね、はい、水田、田んぼと畑の違い、うん、違い、はい、はい、っていうお話です。最近さ、 YouTube 動画撮らなあかんや、うん、勉強しだしましたよ、いろいろと。勉強したからやっぱり言いたくなるんで、うん、言いたくなるから動画が増える、うん、ですな。なるほど、はい。で、まあ、要するに、あの、田んぼは、うん、今日ママがなんか変なこと言ってたやん。なんだ？お米の畑やん。お米。それを水田、田んぼって言うんやけど、うん、で、その田んぼっていうのは、特徴がね、4つあるんですよ。ほう。うん、で、1つ目がね、まあ、当たり前けど、水溜まってますよね。うん。ね。まあ、水溜めて、で、冬場は、水を落とす。うん、夏も水溜める、うん、冬水落とす、うん、これの繰り返し。おお、はいはいはい。これによって外から水が入ってくるんで養分が補給されるのよ。おお、うん、汚れた水のところやったら窒素分が入ってくるし、きれいな水というか、まあ、あの、そのカルシウムが豊富な、ね、大地があったら、うん、そのカルシウムが入ってくるし、うん、みたいな、ね、栄養分補給がされます、ね、で2つ目だから、そういうふうにあの養分が入ってくるんで、肥料の依存度が低いんです。依存度、依存、肥料を、うん、要は畑よりはまかなあかんけどな、まかなあかんけど、うん、もう水ナスとかあんなみたいに、はいはいはい、大量にキャベツとかあんなみたいに、うん、大量にっていう、うん、もう俺はお米作ったことないから分からへんけど、ね、も米もいるような気するけどな、うん、まあ、でもね、うん、あれ、こうやって水張ることによって、はい、リン酸っていうのは畑やと鉄とかアルミニウムか、うん、と結びついて固定化してしまうのよ。で、固定化したら、吸い上げられなくなる。作物がね。うん、だからリン酸あってもない状態。おー、なるほど。水張ってるから、それがイオンになるんかな。うん。イオン言うても、あそこのイオンちゃうで。ジャスコちゃうで。ジャスコちゃうで。はい。あれ。リン酸イオンとして分離して、うん、で、吸い上げられるんじゃない。へー。うん、そういう、いい面が2つ目で、うん、で、3つ目、このね、水中の中にね、藻、藻、うん、卵巣類っていうのかな、うん、が、湧くのよ、うん、そいつらが、なんでしょう、呼吸、まあまあ呼吸やけど、そうやな、呼吸やな、今のはな。じゃあこの、食べて排泄？まあそれも違う。もうジェスターゲームやめ。はい。あれ、窒素固定。窒素分を固定するのよ。はいはいはい。豆やな。そうそう、うん、もう、ま、豆かな。はい、卵巣類、藻類やけどな。へえ、うん。だから窒素固定するから、うん、窒素分もまあ供給されるんだ。うん、なるほど。だからあれよ。やっぱり肥料は少なくてもできる。いけるよね。うん。だから昔からお米をいっぱい作ってたんじゃない、うん、うん、まあ、水入れて抜いてやから酸化して還元して、うん、酸化して還元してみたいな、これどういう意味なのかな。書いてあるね。それの繰り返しで、うん、
土壌生物、微生物が水中におる微生物になったり、あれがほら出てくるやん、カブトエビみたいな、おー、はいはいはい、シーモンスターちゃうね、うん、なんかな出てくる、うん、あれが水出たら出てくるけど、冬場はまた乾燥した微生物が、うん、微生物の入れ替わりするの、うん、だからあの病気も入れ替わるし流されるし、なるほど、うん、いらん栄養分とか過剰な栄養分、うん、なんとか肩とかな、うん、だったり、あとはあの有害物質も流されたり、うん、あとはあの還元酸化で分解されてしまったり、いいね、うん、ということで連作障害が起きない、あーなるほど、うん、これが連作障害が起きない田んぼのメカニズムです。おーなるほど、まあ一言で言うと水張るから連作障害が起きひんねんって、うん、みんなそれで済ますんやけど、うん、それの本当の理由は、まあ、こんだけグダグダ言った話です。ただパパにもう一回それを聞かれても、このカンペがなかったら一切答えられません、はい、どうだ偉そうにするな次、はい、畑です。うん、畑の方を向いて撮るか、畑、はい、じゃあちょっとそっち行くわ、せーの、ジャンプ、瞬間移動しました、いい感じ、うん、うちの自然薯畑です、はい、うちの自然薯畑、今年もみ殻入れすぎて、うん、結構乾燥しすぎて、うん、だいぶ枯れました、枯れました、これそう、うん、だいぶ失敗した、これ葉っぱがないところがそう、枯れてしもてるやろ、うん、これね、あのもみ殻入れて水はけ良くするために入れてんだけど、うん、もみ殻入れすぎて水はけ良くなりすぎて、なりすぎて上が乾燥して芋がカラカラになって枯れました。ああ、なるほど。失敗です。雨少ないしな。そう。で、もう来年は もみ殻一切入れなくてもいいと思います。なるほど。はい。まあそれはさておきです。はい。ね、畑の場合は、はい、酸性化しやすいんですよ。うん。あの、わかるやろ、酸性雨とか。うん。酸性雨とか水張ったりもせえへんしな、うん、だからあのいらん分流されたもせえへんから、うん、酸化しやすい、うん、あとはあのカルシウムとかマグネシウムが、不足しやすい、ほうほうほう、これが一般的な畑やねんて、うん、だから、うん、苦土石灰を投入する。ああなるほど、まあ自然薯の畑は入れへんけどね、うん、酸性でいいからね、うん、まあでも普通の畑は苦土石灰を入れて、苦土はマグネシウム、うん、石灰はカルシウムで、それを入れることによって、うん、酸性土壌をアルカリの方に寄せていく、うん、っていう効果がありますね。なるほど、うん、だからまあ苦土石灰を入れなしゃあないと、まあ、そういう手間がかかる、なるほど、畑の場合はね、うん、次、空気に常に、まあ、ここはマルチ張ってるけど、畑はほら空気に触れてるわけよ、水に浸かってないのよ、そうやな、うん、空気に触れてるということは何だっけ、有機物が分解しやすいんやって、うん、もう空気に触れてるから、あ、うん、もう出ていっちゃう、うん、で窒素が流出しやすい、雨水で流れたり、なるほど、あの脱窒って言ってこう外に窒素が出ていったり、うんうんうん、だから窒素分を補給するためにも肥料を大量投入しなきゃいけない、なるほど、ね、次、ですね、淡水してのこういう、たまにうちもほら水入れたりするけど、ね、たまにやんか、うん、1年に1回か2回やん、そうやな、うん、うねまにな、そうそう、だからよそからの養分が流入することがあんまりないのよ、ないね、どっちかちょっと出ていくばっかり、そうやな、だからやっぱりそういう意味でも肥料を入れなきゃいけないと、なるほど、うん、まあだから、うん、基本こう畑から搾取ばっかりしてるってことやな、そういうことやな、うん、まあそういうことで、結局はですね、連作障害が起きやすくなる、そういうこっちゃ、うん、まあ有機物が分解しやすいってことは有機物がなくなるから、うん、堆肥も投入いっぱいするんだよ、うん、堆肥を入れなきゃいけないし肥料も入れなきゃいけないし、うん、駆動石灰も入れなきゃいけない、うん、だから肥料の依存がものすごい高くなる、うんうん、なので、それでも連作障害が起こりやすくなる、うん、土壌微生物の入れ替わりもあんまりないから土壌微生物をうちなんかやったらね、あのカニ殻を入れて放線菌を増やしてあげるとか、うん、そういうことをしてるけど、あの、まあ、何かしらしないとあかんようになるよ、うんうん、そうやな、お世話せんとな、そう、まあ、一番簡単なのはまたこう一回田んぼにしてしまうのよ、ああ埋めてしまう、うん、田んぼにして米作って、まあ、2,3 年米作ってまた畑にするとかね、そうすると戻るのよ、うん、まあ、要するに、まあ、田んぼっていうのはそうやな、そこそこまあ、親が何もせんでもほっといても勉強するし、うん、ほっといてもあの
塾も行くし、うん、宿題も知らない間に終わってるし、うんうんうん、口答えも出えへんしみたいな、ええー、息子よ。そうやな、うん、ところが畑っちゅうのはもうすぐに文句言うてくるし、あ、小遣いくれとか、うん、おやつくれとか、うん、塾行くの嫌やとか、うん、宿題やってないとか、うん、そういうちょっとあの、ね、悪い息子や、うんうん、分かりやすいわまあ最悪の時はな、病気流行らせて な, そうやな、もうあの警察に呼ばれるとかな、そういうことやな、うん、そういう、うん、どくでもない息子っていうことになってしまうと、 なってしまう。それが畑です。そういうこと、畑と田んぼ、そういう違いがあるんですけど、うん、私たちは、お米を作る機会がないので、うん、技術もないので、うん、知識もないので、うん、畑で、あのやんちゃん息子を相手にして、出来の悪い息子を相手にしながら、はい、出来の悪い野菜をいつも作っていると、はい、いうことですな。はい、はい、まとめますと、田んぼは水を入れる、だから、水を入れる冬は入れないの繰り返しで、物理性も変わるし微生物も変わるし、うん、栄養分が 流入するし、イラン分は流出するしといういい効果がある。畑はそれが全くない、だから酸化しやすいし、土壌微生物も減りやすい、有機物も減りやすい、だからいろんなものを投入しないといけないということですな。なるほど、うん、お分かりいただけましたでしょうか。分かったよ、はい。まあ、YouTube 一生懸命あの、うん、動画上げてるんで最近勉強してます、はい、ネタはいっぱいあります。ただし一回喋ったことは忘れるんで、1年後にこの動画を見た方、コメントで質問しないでくださいよろしくお願いいたします。おしまいです、はい、それでは皆さん、さようなら。